コンスタンタン・ペクールコンスタンタン・ペクールは、ノール県アルル生まれのフランスの経済学者、フランス社会主義の理論家。1848年革命に参加し、カール・マルクスに影響を与えた。父ジャン・フィリップ・ペクールは、アルルの修繕官で一時市長にもなった人物であり、母アンリエット・ホラも裕な製粉業者の娘であった。1887年タベルニーで死去。 シャルル・コンスタンタン・ペクールは、ノール県のアルルで、裕福な上流中産階級の家庭に生まれた。父親の死の1818年までドゥエのリセに在籍しているが、その後しばらくは職業に就くことなく、独学を続けている。彼は、工学と数学を勉強した。彼は、しばらくの間、気化学者として活動した。彼は1828年に、 リールの陸軍病院付属学校に入学した。彼は1828年にアラスの王立協会が募集した子供向け科学教育に関する論題で入選し、翌29年に同協会の論文集に収録、出版された。彼は空想的社会主義者の処理論に興味を持つようになり、1829年頃にはパリに移っていた。 彼は1830年から31年までアンリド三モン派に加わった。彼はルグローブや他の三シモの新聞に寄稿したが、1832年に三モニアの後にして、プロスペール・アン・ファンタンが取っていた宗教的な方針に不満を示した。彼は1836年までシャルル・フーリエの学派に所属し、 ファランステールというフーリエ主義者の共同体に参加した。彼は1835年にフーリエの伝記を書き、そして様々なフーリエ主義者の雑誌に寄稿した。彼は1836年にフーリエ主義者たちを後にして、彼らの体系批判を出版すると、自分自身の理論を発展させた。だが、彼は、ピエール・ルルーやビクトル・コンシデランといったサン・シモニアンや、 フーリー絵学派出身の友人の近くに留まった。これらの理論家たちとは対照的にテクールは生産手段、分配手段、交換手段の集団的所有権を主張する最初のフランス経済学者の一人であった。彼は時にフランス周産主義社会主義の父と呼ばれる。テクールの名は1830年代に社会主義経済学者として高く評価された。 彼の著作には、商業、工業の利益、物質的改善、選挙改革、社会経済学と政治の心理論、平和、その原理と実現、軍隊、神の共和国等がある。他の著作の中で特に注目されたのは、彼の二冠本、蒸気の応用の影響下での、商業、工業、農業及び、文明一般の利益の社会経済学である。彼は、 この著作の中で、蒸気機関の導入といった物質的条件における変化が知的な発展における変化を生むことを示そうと試みた。フランス道徳、政治学アカデミーは彼に賞を与えた。カール・マルクスもまたペクールの唯物論的方法論を称賛した。マルクスは後にしばしばペクールを権威として、資本論や他の経済学の著作に引用した。 彼のユートピア社会主義の同時大臣の多くとは対照的に、そしてまた期待するマルクスの見解とは対照的に、ペクールは工業生産の発展を支配的にネガティブなものとは見なかった。彼は工業の偉大な生産能力を歓迎したが、所有権の資本化関係が工業技術の十分な生産潜在能力が引き出されるのを妨げると考えた。したがって、 工業は国営化されるべきであり、共通の利益のために編成されるべきなのである。1839年に、ペクールは、フランスの鉄道システムよりも進んでいた、ベルギーの鉄道システムの研究をするように、フランス政府によって命じられた。彼は、鉄道建設への政府投資を推奨した。1844年に、ペクールは、左翼アレクサンドル・ルドル・ロランによって編集された。 主導的な民主派の新聞、ラ・レホルムの常連機構者になった。これによって彼は自分のアイデアの広い講演の場を持ち、経済学者、ルイ・ブランを含めた主要な他の共和派社会主義者の時の有名人と接触するようになった。1848年にペクールは2月革命を支持した。ブランは自分が第二共和制の森林時政府の中で、 労働大臣になると、労働の組織の問題に関する、リュクサンブール委員会を設置して、その委員に、ペクールを任命した。リュクサンブール委員会での彼の同僚の中には、政党的自由主義経済学者、ピエールル・プレト・フーリエ主義社会主義者、ビクトル・コンシュデランがいた。ペクールとコンシュデランはかなり親密に協力し、農業植民地、社会的住宅、 共同作業場のための集合的取引及び政府基金といったいくつかの改革を導入しようと試みたが不成功に終わった。ペクールはさらにフランス国立図書館の司書助手に推薦された。彼は自分の考えを一般に広めるためにグレッポのペンネームで社会教理問答と呼ばれる一般向けの本を出版した。彼はまたジャンジャック・ピヨのような共和派共産主義者との 関係を維持した。1848年から1849年にペクールは自分で雑誌を創刊し、社会科学と社会主義者の政治家に向けられた雑誌人民の救済を編集、発行した。その書の中で彼は有名なアナーキスト社会理論家、経済学者ピエール・ジョゼフ・プルードンに対して論争を仕掛けた。 プルードンは、リュクサンブール委員会の仕事と、ブルジョワ暫定政府におけるルイブランの役割を鋭く批判した。それから今度は、ペクールが、プルードンが、フーリエの考えを漂設したと非難した。特にペクールは、プルードンの相互交換の人民銀行計画は、フーリエから借用された考えだと責めた。岩本義弘ペクールノート、国家社会主義構想の成立過程。 ありがとうございます。